ヤマハの UX1 ですね。この UX タイプのですね、特徴っていうのが、後ろの支柱の方がね、X になってるんですね。ちょっと見てもらいますね。はい、ちょっとピアノの方を動かしまして、後ろの方を覗いてもらいますと、このようにですね、X のような支柱になってますね。はい、この X タイプの支柱を持つ UX なんですが、クリニックとかではね、何台かさせていただいて、とてもいい音に仕上がりますのでね、中古でも出回ったら、仕入れようと思ってたピアノですね。このピアノもやはりね、すごくいい仕上がりになりまして、後で音の方をね、確認していただきたいと思いますね。外装はこのような感じで、黒の綺麗なピアノですね。で、この部分がちょっと飾りのようになってますけども、トーンスプレッダーといって音がね、漏れるような形になってますね。はい。では音の方をね、確認していただきたいと思います。出ますのでね、また作ってほしいなと思うぐらいのね、ピアノですね。はい。